サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーの赤ちゃんキャンプシリーズを一つずつご紹介していきます。お一人目の赤ちゃんはフライパンを持って登場しました。ショコラウサギの赤ちゃんです。一周していただきましょう。くるりんとこんな感じでフライパンを持っています。ショコラウサギの赤ちゃん、タッチしている赤ちゃんですので、お顔が動きます。お手手もあんよもよいしょ、こんな感じで動きます。赤いお洋服がとってもよくお似合いです。そしてこちらフライパンですね。ウサギのお耳がついたフライパンです。ちゃんとね、手のところにこんな感じでクリップがついています。輪っかのところにグイッと差し込みますと、こんな感じでフライパンを持つことができます。ショコラウサギの赤ちゃんでした。そしてお次はランタンを持ったペルシャ猫の赤ちゃんです。一周していただきましょう。くるりんと後ろ姿こんな感じです。はい、ペルシャ猫といえばですね、このホワホワした毛が特徴になります。タッチしてる赤ちゃんはやはり手足がこのように動きます。ピンクのね、お耳とお鼻がとてもキュートです。このランタンですね、お手手によいしょと、こんな感じで持つことはできます。ペルシャ猫の赤ちゃんでした。クルミリスの赤ちゃん、ギターを持っています。一周していただきましょう。くるりんと肩からギターをね、下げているのがね、とってもかっこいいですね。とっても決まってます、こんな感じでね。ここでですね、くっついています。パチンとね、こう差し込んであるので、よいしょと取れました。こんな感じで取れます。はい、よいしょ、こんな風にね外れます。クルミリスの赤ちゃんといえばですね、やはりこのお口の周りがね、特徴になるかなと思います。ちょっとねギザギザしています。このギターがですね、小さいんですけどよくできています。そしてね、この紐があることによっていろんなかけ方ができるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。先ほどみたいにね、普通にかけるのもいいんですけれども、こんな風にですね、下向きにね下げても可愛いですし、こんな風にしょってさすらいのギター弾きみたいな感じでね、このままなんか旅に出そうな感じも可愛いんじゃないかなと思います。ギターをしょったクルミリスの赤ちゃんでした。お次はですね、クマの赤ちゃんです。持っているのはトウモロコシみたいですね。くるりんと一周してみましょう。こんな感じでね、お座りをしている赤ちゃんです。でお座りしている赤ちゃんはですね、頭が動きます。そして手足は残念ながら動かないんです。なので首の向きを変えて、ね、表情を表していただく感じですかね。はい、そしてクマの赤ちゃんが持っているトウモロコシになるんですけれども、これね、こっちから見てもちゃんとトウモロコシです。これがですね、こう松葉杖にしかね見えないっていうお話がねちらほらあったんですけれども、以前発売されてます赤ちゃん探検シリーズかな、こちらの時はマシュマロでした。でマシュマロの時もこう松葉杖にしか見えないって言って、なんだなんだってなったんですけれども、どうですか今回と比べて。ちょっとねマシュマロよりかここのねトウモロコシの部分が大きくはなったんですけれどもね、マシュマロの時の方がね松葉杖にね近い感じはしますね。今回はねきっとすごく分かりやすくトウモロコシになりました。このトウモロコシもですね、手に持つことができます。こんな感じでグイッと刺していろんな持ち方ができます。クマの赤ちゃんでした。チャコール猫の赤ちゃんとバケツですね。チャコール猫の赤ちゃん一周してもらいましょう。くるりんと、はい、こんな感じですね。はい、タッチしている赤ちゃんなので手足はもちろん動きます。はい、よいしょと、はい、こんな感じ でこちらがですねバケツなんですけれど、こっちから見ると猫の耳がついてるんですね。とっても可愛いバケツですね。こんな感じで、これはどうですかね、お手手に持てるんでしょうか。なかなか難しそうなんですよね。よいしょと、
まあ、引っ掛ける感じでしたら可能っていうぐらいですかね。こんな感じで一応持ってタッチすることはできそうです。チャコール猫の赤ちゃんでした。鹿の赤ちゃんと双眼鏡です。鹿の赤ちゃんを座りしているタイプの赤ちゃんです。はい、こんな感じです。お座りの赤ちゃんは手足が動きません。とても可愛いですね。お口が開いてます。鹿の赤ちゃん手足は動かないですけど、お首はこんな感じでね動きますので、これでね結構表情は変わるんじゃないかなと思います。この双眼鏡はね、シルバニアの赤ちゃんたちはよく持っている双眼鏡と一緒かなっていう感じがしますね。鹿の赤ちゃんでした。ワタウサギの赤ちゃんです。バンダナをつけているみたいですね。一周してみましょう。クルリンとハイハイをねしているタイプの赤ちゃんになります。はい、ハイハイしているタイプの赤ちゃんは首は動きますけれども手足はね動かないんです。はい、でもねこうやってまっすぐ置いたりですとか、ちょっとこう斜めにするだけでもね見え方がねだいぶ違うんじゃないかなと思います。これがねバンダナなんですけれど、こうなってますのでこれでキュッとね首につけるのかなと思うんです。一応通常のねつけ方はこんな感じでいいんだと思います。これあれですかね、例えば頭とかにつけることはできるんでしょうか。よいしょ、あ、かわいいじゃないこれね、とても可愛いですねこの付け方。これもありだと思います。いいですねこれ。バンダナをつけたワタウサギの赤ちゃんでした。ビーバーの赤ちゃんと焚き火だそうですよ。焚き火可愛いですね。まずはねビーバーの赤ちゃん一周していただきましょう。はい、タッチねしている赤ちゃんなので首はもちろん手足も動きます。このビーバーの赤ちゃんはねこのお口のねむくっとしているところがクルミリスの赤ちゃんとも似ていて可愛いんですよね。焚き火です、ね、すごいね焚き火、後ろこんなになってますけど、私この焚き火欲しかったのですごく嬉しいですね。なんかこうねいろいろ使えそうな気はします。こうやってね赤ちゃんの前にね焚き火を置くだけですごくキャンプ感がね出るっていうのはいいんじゃないかなと思います。ビーバーの赤ちゃんと焚き火でした。そして最後はですねシークレットの子になります。なんぞやって感じですよねこんな風に転がってると、まあ、ピーナッツに見えるんですけれども、これは寝袋に入ったペルシャ猫の赤ちゃんということですね。かわいい、なんだこりゃって感じですね。一応ね前から見るとねこんななってるんですけど、くるりんとするとこんな感じになってます。このファスナーを開けると本当は赤ちゃんが出てくるってことなんですけど、ファスナーではないのでここをパカッと開けるんですね。開くかしら、ちょっと開けてみます。えい、開きました。パカッと開けるとこんな感じで赤ちゃんが入ってます。かわいい。これねなんかこんな風になってるんですね。はい、このね収まり具合がね何とも言えないですね。かわいいですね。赤ちゃん自体は、三つ子ちゃんに入っているグレーのタイプの赤ちゃんなので手足はちょっと動かないです。寝袋に入ったペルシャ猫の赤ちゃんでした。はい、ということで今回はシルバニアファミリーの赤ちゃんコレクション赤ちゃんキャンプシリーズをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今回ですねお一つずつご紹介してみて、改めてですねこのワタウサギの赤ちゃんのですねこのバンダナのね使い方、これがですね逆さにつけるとこんなに可愛いということがねよくわかりました。そしてですねこの寝袋の赤ちゃんのピーナッツ具合、これも素晴らしい。もうピーナッツにしか見えなくなってきました。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。サニーちゃんでした。バイバーイ。何来たの。